皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはこの部分を意識するだけで飛距離アップしましょうということですね。やっていきたいと思います。この部分というのはですね、体重のポジションです。体重の移動についてなんですけども、このスイングでバックスイングの時に体重というのはもちろん右には乗ってきます。で、右に乗ってきた状態からしっかりと右にパワーが溜まっている状態、ここからダウンスイングをスタートさせて左に移る、これがですね、体重移動を行った飛距離アップって形になってくるんですけども、今回はこれは当たり前なんですけども、バックスイングの早い段階で右の股関節にしっかりと体重を乗せるというイメージを持って練習をするということを、皆さんにお伝えしたいです。このテイクバックのこの時点でもう体重移動は完了させておくということです。ヘッドのポジションが腰のラインを超えるあたり、前に体重、右足の股関節に体重が乗ってくる感覚というのを完成させておきます。ここのこの状態からこのポジション、このポジションまでに右足の股関節の形というのはもう完成させていきます。ここからぐーっとここを支点に回転していく、この状態がトップになりますが、このトップではですね、しっかりと右に体重が乗っているっていうのが自分の中で分かっていないと、どうしても体重移動というのがスムーズに行えなくなってきます。例えば体重が右に乗らずに最後までこう乗らずに左側に乗っている方というのはですね、こうリバースしている形、体重がこう左に乗っていってきてしまうとダウンスイングはですね右に移るので、基本的にダフリやトップになりやすくなってきます。ここからテイクバックの時点で右足に乗せる、そのまま体重はここでキープしながら右に乗っているなっていう感覚を自分で掴んでおく、これがポイントになってきます。で、早い段階で右足に体重を感じることができれば、この後のバックスイングの時間というのが非常に長く使えるようになってきます。長く感じますので、ダウンスイングに入りやすく、リズムが取りやすくなってきます。右のこの股関節に乗せるためのポイントといたしましては、このクラブヘッドを早い段階で上に上げないことです。腕を使って早く上にこう上げてしまうと、体重が左に乗ってきてしまってダウンスイングはこう落ちてきてしまう。ここのテイクバックのラインを低く長く取ろうとする意識を持つこと、こうすることで右股関節に体重がしっかりと早い段階で乗ってきます。それではですね、このイメージで一度スイングをしてみますのでご覧ください。はい、このようにですね、早い段階で右足に体重を乗せるということがポイントになってきます。これはですね、まあ、アイアンスイング、ドライバーともに同じです。早い段階で体重を乗せる、低く長いテイクバックを作って右足に体重を乗せる、これがポイントになってきます。早くですね、手だけでヘッドを上げてしまう形っていうのはこうなりやすく、傾きがこうなりやすいので距離アップが望めません。こうなっている方はですね、テイクバックを低く取って右股関節に体重を感じるということをですね、意識しながら練習をしてみてください。まあ、この部分をですね、意識するだけで飛距離アップにつながる方も大勢いますので、ぜひですね、皆さん今回のレッスン試してみてください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。